神別設計。神別設計とは、日本の語設計の内江戸時代に、男性皇族が、養子に入って相続した後の三や、この駅、一条家、高塚さや及びその男系子孫を指す。大田良が、この駅に対して用いたのが最初で、河野太郎衆議院議員も、皇位継承問題の中で、皇族復帰の検討の必要性を訴えている。ただ、学術用語、 専門用語としてはまだ認知されているとは言えない。公認6年、815年に朝廷が編纂した古代士族の系譜集《新仙聖士録が、公別、天皇、御子の子孫、神、別、天神神、国津神の子孫、諸茂る、朝鮮半島、中国大陸から帰化した人々の子の三種に士族を分類していることにちなむ造語である。 江戸時代に設計を相続した皇族は、次の三人である。江戸時代までは、彼らのような執事を持つ人々を、源氏、兵士などの死政皇族、皇族を離れて親戚に下った者及びその子孫と、同じく、王孫と呼んでいた。氏族、経図研究の王家であった、大田寮が1920年、大正9年観光の、聖飾刑事書において、この絵の武を、 神別石家の美祖と呼んだのがこの後の書室であるが、一条家や高塚佐家に対しては、神別石家の語は使われなかった。大田が1934年、昭和9年にまとめた筆聖の大著、聖史家系大辞典は、信広以後のこの家を、後院この家,家と呼んで祖以前のこの家,家と区別している。ただし、ここでは、この家一条、高塚佐三家のいずれにも、 好別設計を使っていない。この後、庭は,はじめになども、稀に、この池を指してこの語を用いたが、いずれにせよ広く用いられるには至らず、歴史学者が使う学術用語としても、ザイアの経図研究家が使う専門用語としても、この言葉が定着することはなかった。以上のように、好別設計の語は、もっぱら語設計筆頭とされるこの池の機種性を、 表現する習字の一つに過ぎなかったが、後に用法を拡大し、設計、この絵、一条、高塚さにとどまらずその段系血統の子孫たち、つまり本家に加えて文家や竹の養子として分かれた系統についても、段系の実親子関係をたどって、近世の皇室以来の党を保持している子孫まで、含まれるようになった。古代の天皇家は、源氏。 兵士などの私生皇族を多数輩出したが、中世以降は一転して激減したため新規に生まれた、神別氏族は希少性が高くなった。養子として、竹を相続したとはいえ、区下中の最上位にあって、新農家よりも赤字が高かった石家を継承し、伏見宮家への、角宮家よりも天皇家に近い男形血統を伝える、神別石家は、名門家系家家や、 地族研究に関心を持つ一部の歴史愛好家などから特に尊貴な存在として興味を持たれるようになったと思われる。だが、あくまでもそうした関心による分類に過ぎず、ある人物が神別設計に該当するゆえに、他の設計、家族と異なる特別な制度上の扱いを受けたという事実はなかった。この絵家、一条家、高塚酒の本家は、 現在ではいずれも、神別設計に該当しなくなっている。信部広、小津元広家広家久から、内前引く京広式前から、忠弘広ただふさ文つまと決闘を伝え、明治期には、公爵家となった。特に、御用税天皇の男結十二世子孫にあたるこの絵や、第三十代当主の文丸は、昭和初期に三度にわたって、内閣総理大臣を務めたが、 第34、38.39代、日中戦争、シナ事変を泥沼化させ、第1次、この絵内閣、日米海戦直前に政権を投げ出し、第2次、第3次、この絵内閣、第2次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争後に、GHQ の永久戦争犯罪人邸により、出頭命令を受けて自殺した。敗戦の際に、元、 中国東北部でソ連軍に捕らえられてシベリア抑留にあった文ミが1956年昭和31年に夫人との間に子供を設けること無視許した後文ミマロの末娘、次女、厚子の次男中、アキラ、救命は森アキラ、父は細川森貞を当主に迎えたことでこの池の本家は神戸石家から外れたフミマロの弟秀マロが分家した 旧死爵この家と、時は家を相続した、行友、忠房の子の男系子孫が現存する。忠房の弟忠置が起こした、男爵宮川家は、文丸、秀ろ、の弟忠丸が相続し、さらに秀丸の子忠都が継いでいる。小説家、西木正明の表したドキュメンタリー小説、夢顔さんによろしくでは、文みには、 旧満州国領のボタン講師の芸者である目掛けの、東美代子との間に生まれた諸子がいることを紹介している。この人物は、元俳優で、舞台演出や、災害援助など多彩な活動を続けている、東ず明である。美代子の証言以外にその真偽を確かめる術はないが、道書によれば、美代子・た明星は一般には公開のこの駅舗書で、文みまろ。 ふみたかの母さんをすることが許されており、このエア側からは、ふみたかの実子として、非公式に認められていると考えられる。また、道たか、ふみたかの弟夫妻の住む、敵外相を、毎月のように訪れ、おじおいの付き合いの深かったことが、高明のブログの記事から知られる。明良京介かねてると継承された後、健康、高塚砂防タスクの子が養子に入って次、明良の男階は、 一旦途切れた。ただし、秋の子、冬本が醍醐家を起こして、聖画家に劣せられ、冬本から冬広司教を種照久照広、忠政忠高忠重と継承し、断景子孫が現存する。忠重は明治に海軍軍人となり、潜水艦の専門家として、名を馳せて、海軍中将まで昇進した。また、醍醐忠政の三男が一条家を継ぎ、一条中帝。 それが、実家に戻った後には、第五テルヒサ、四条高尾、四条高歌マイナス一条見輝きと四条家を介した、養子相続で血統を伝えた実家輝きが入ったが、大井の三角島への長男、一条佐根が継いで、再び、神別設計から離れた。現在の皇室に、男形で最も近い系統で、江戸中期に、官員の三宅から、高塚酒を継いだす平に始まる。 そのに官員の宮助人親王の子が行位を継承して、第百十九代、広格天皇となり、直系継承して、近所天皇まで続いている。助平聖広島さみ助広と継承されたが、助広の子タスク聖が急成したため九条日高田の子、広志通が助広の養子となった。高塚酒自体は、神別設計を外れてしまったが、旧公爵徳大受家をはじめ、 この系統から養子を迎え現在までその血統を受け継いでいる家系は少なくない。急成した高津笠多数犠の実弟へおさむきは、急公爵菊亭家を継ぎ立憲声優会幹事長を務めた。戦前二度にわたり内閣総理大臣を務め、最後の言動であった西園寺金持ちの父、徳大寺金井とは高津笠正道の子である。江戸時代に設計に継ぐ価格。 聖火屋の家をそうしないし相続した皇族としてがいるが、その後はいずれも養子によって相続され、子孫は皇別ではない。皇塚などごく一部の関心の対象でしかなかった皇別設計が脚光を浴びるのは、現在の皇室全員が大正天皇の子孫の男階の血統が断絶する可能性が具体的に意識されるようになった21世紀になってからである。 小泉純一郎首相が、皇位の女系継承を容認する、皇室転判の改正を提起した2004年、平成16年11月頃から、皇位継承問題への国民的関心が高まり、1947年に、皇族の身分を離れた11三宅の男系子孫、いわゆる旧皇族による、皇位継承を想定した議論が起こった。2006年に、久人親王が誕生し、 小泉の提起した女系継承を容認する議論は消失した。一方、現時点で在位している天皇である徳人からの浸透が旧皇族よりも近い皇別設計から皇位継承者を迎えることを模索する意見も提起された。しかし、皇族でなかった期間が旧皇族よりもはるかに長いために皇位継承の正当性が疑わしいとする意見があり、また、結果的に 好別設計が構図化のみに知られた存在である情も変わることはなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。